いやない。デイデイデイ。あのね、あれなんです、和田さん。はい。あの、ついに、久しぶりのまた、会社入ってことで。4月に、和田飴屋がもう開業ですから。なんで、その、まずは、大磯の人たちと交流してもらって、知ってもらおうということで。はい、まずは、大磯大好きクラブってところに、入部してみようじゃないかと。この大磯大好きクラブから、うまくこの、大好きつながりで、どんどんどんこの仕事をもらっていくっていうような感じで。それじゃあ、大磯大好きクラブに入部するよ。なんつった大磯大好きクラブに、入部するよ。和田さん、はい、大磯大好きクラブ入部ということで、はい、こちらですね、大磯大好きクラブのサイトは、はい、ODC ということで、お猫だ、猫好きだから嬉しいっすよ。まずはお問い合わせっていうよりは、うん、会員募集体験入会ってあるんで、体験入会無料だわ。もう2000円払って正会員になればいいですね。定期的に行事、まあもう済みますからね。定期的に行事に参加できるということで、体験入会希望するイベント複数選択か、大磯市への出店までやってみたいじゃないですか。魚の朝市ボランティアやってみたいですね。湘南亭オキアミボランティア、あ、オキアミとか興味あるな。月齢月齢会への参加、参加させていただきましょう。大磯観光大使を目指しています。やめなさい。あ、大磯に最近引っ越してきたものですと。非常に興味があります。大体これからやります。よろしくお願いします。送信と。あ、そうございました。じゃあ正規入会の方も。なんでだよ、おかしいだろ。これで返信くんのかな。はい、ということで無事体験入会の方はこれからさ、これからね、多分返信が来て体験入会して、はい、入部となるわけですね、はい、入部してからもう大磯観光大使を目指して突き進むということで、頑張っていきましょう。こうしたい。